は社員食堂とコンビニと書店とあと牧場経営があります。実は33階建てで一番目が当屋で、あの設備が、さっきあの読み書きの森保育園の人が芋掘りですよと言ったのがここになります。ああ、なんか掘ってくださいと言わんばかりの、はい、すげー。で夏はのひまわりを植えたりですとか結構いろいろ終わっています。こんなできるんだ。
だろう。うん、流れてる人が多い。頭止まった。そういうことで動かしていくと、そうですね。じゃあすみません、こちら国道を通って今度32階に向かいますので、平日のランチだと大体1200人ぐらいの人が毎日使ってます。ちょうど12時から1時の間が一番混んでます。で銀座末広地区、そうですね、さっきご覧になった編集局の人は夕刊の作業もあるので、夕刊が終わってから、夕刊の作業終わってからお昼食べますね。ちょっと他の事務系の人とは遅い。銀座末広さんが、はい、運営しています。ここの定食とかズバリ美味しいですか？そうですね、美味しいです。はい、おあの前の社屋とかよりは、まあ、個人差あると思うんですけど。一般型なんですよね。一般がそうですね、今日皆さん持ってるこのカードがあれば、生産はパスモとかスイカで、することができます。我々はこの社員証をかざすと給料から天引きされます。天引き。で、ちょっとこちらをご覧いただくと分かるんですけど、このお皿の下にIC チップがありまして、でこれ生産ここに置くとその料金が表示されて、でこの IC をかざすと生産が済む。ハイテク。へえ、すげえ。もう自動でもうすぐに生産できるようにしないと、もうすぐお昼時混んでしまいます。スピードアップのため。はい、はあ。もうポイッと置いちゃうと。スイカも使えます。で、これから32階に行くんですけど、32階も銀座末広さんがレストランを経営してまして、ちょっとこの12階よりちょっと高めの、料理が。32階だ。 2.5 倍約2倍大体の、はい、金額が。12階だとまたこれぐらいの。これはお手軽。高層階の時代が高いみたいな感じ。なんかいろいろそういう企画で、ね、やっぱ32階は課長以上じゃないと入っちゃダメみたいな。いや、誰でも使えます。いっぱいメニューもあるし。安いろんなメニュー、なんか調理師さん、栄養士さんとかいろいろ考えて、いろんなメニューを企画しています。
すいません、ちょっとお待ちください。お待ちください。ごめんなさい、すみません、うん、まあ、ちょっと手際が悪くて申し訳ありません、うん、あれなんで解除された、うん、その方をしてくれなかった、ね、ちょっと待ちょっと閉じてください、ごめんなさい、うん、すみません、ちょっと、うん、あ、大丈夫です。喜びの場合は。でも、セキュリティ厳しいんだ。そうなんですね。あの土曜日は末広やってないので、本来、最初に止まらないです。おこう早い。高速エレベーター。あ、なんかちょっと耳が痛いような気がする。人によってはすごく耳が痛いっていう。あ、すげえ早い。32階です。気がする。はい、ここあの今あの皆さんご覧になっているのは南紀音楽文庫といって、あの読売日本交響楽団が持っていた音楽関係の資料の、これはあのレプリカになります。で本物は今和歌山県の方に、持って行って、いろいろ修復をして、数年後にあの和歌山県で公開する予定です。紀州の徳川県の、系統の人がずっと収集しているコレクションをしていて、それをあの、もうあの読売日本交響楽団がずっとあの持っていた貴重な資料です。写真撮っていいですか？あ、どうぞ。弊社が主催したことがありまして、その縁で、作者のエリック・カールさんから読売新聞宛に、いただいた絵です。腹ペコのやつだ。腹ペコ青虫です。でエリック・カールがあのその画家になる上で影響を受けたマティス と、シャガールの絵も一緒に飾っています。
最後になるあの32階の、景色を皆さんに楽しんでいただきます。東京タワーがすごい。